大体60秒で中国の話題。分かった気になっちゃいな。北京冬季オリンピックの施設紹介10回目、雲頂スノーパークをご紹介します。場所は河北省の張家口エリア。いやー、こちらの会場はですね、日本の皆さんにはもうぜひおすすめしたい。なんか始まったぞ。ここは今大会のスキー会場としては唯一既存の施設を活用した競技場です。そうなんですよ、雲頂スノーパークはもともとが人気のスキーリゾートということは、大会後は誰でも遊びに行けるんですよ。だからおすすめ。施設は持続可能性をテーマに、資源の節約と効率的な利用を実現させています。パーク内にはモーグル、エアリアル、ハーフパイプ、スロープスタイル、クロス、パラレル大回転の6つのコース。北京冬季オリンピックではフリースタイルスキーとスノーボードの種目合わせて20個の金メダルが生まれました。しかも日本勢のメダル第1号、男子モーグルの堀島行真選手の銅メダルもここで獲得されたんですよ。これもおすすめポイント。中国勢ではフリースタイルスキー男子エアリアルで聖光博選手が金メダル、この種目では16年ぶりの優勝となりました。そして冬季パラではスノーボード会場として使用され、金メダル8個が誕生します。大会後は観光リゾートとしてだけでなく、国際大会の場としても利用される予定。というわけで今度の冬は雲頂スノーパークへ Go Go! 今日はここまで。再見。